はい、こんばんは。ですね、本日は、9時です。もう単純なやつばっかりやってるんですけど、変なやつばっかりやってるんですけど、今回はリカマンの、リカマンショップで、クラフトジンくじっていうのと、世界のラムくじっていうのもありまして、ちょっとせっかくなんで、まあ、くじが好きなんですよね。これといってすごい欲しいのがあったかって言われたら、そこまででもなかったんですけど、なんかまあくじと言われるとなんか買ってみたくなるというので、ちょっと今日は、このくじ開封していくだけの動画になると思うんですけど、でちょっとデータが、データというか、ジンの方はですね、大当たりはどうやらこうアルケミエのが特徴として結構何本かあって、まあちょっと画像載っけるとは載っけようと思うんですけど、個人的にこう狙ってるのはアルケミエか、モンキー47、47って言ったらいいですかね、それのバレルカット、この辺りが狙いですね。いらないのっていうと、まあまあ確かにこう、その他にも充実ラインナップというのがあるんですけど、その辺でいくとまあちょっとエンプレスとかはいらないかな、個人的に興味がないのと、桜をもまあいらないかな、インテッドは飲んだことがあるっていうのがまあ大きいところなんですけど、あと木の実もいらないですね。その辺な感じでちょっとその辺外れてくれればいいなっていう感じでは思っております。まあ好みの問題もあるんでね、僕は個人的にそんな感じで思ってます。はい、でラムの世界のラムくじの方ですね。これは正直でラム、まあ、ジンも大して詳しくないんですけど、ラムももっと詳しくないっていう。ただまあこのディクタドールはちょっと興味があって当たったらいいなぐらいの感覚ですね。でもラムどれ来てもまあまあいいのかなっていう感じは正直してます。わからないんで、まあいいのが当たったらいいなという感じですね。ちょっとそんな感じでちょっといっていきたいと思います。早速開封していきたいと思います。これどっちだろう、どっちがどっちかわかんないですね。これジンとか書いてないんで、前のなんか、なんだかな、ウイスキーくじか。ウイスキーくじは、ね、もうウイスキーもいいかなって正直って自分の中ではあるんですよね。まあちょっと値段が高すぎるっていうのがちょっと大きいところですね。なんかしかも、なんかその物の価値に対しての価格じゃなくなってきちゃってるじゃないですか。まあわかんないですよ。わかんない。そのぐらいの本当の価値があるのかもしれないですけど、僕はあの価値がちょっと理解できないんで、ちょっとウイスキーは一旦、このブームが去って、値段がね、相場がこなれてくるまではちょっとウイスキーは触れまいでおこうと思っております。ちょっと話が変わっちゃうんですけど、これ前回、ウイスキーくじが、ウイスキージンくじが、クラフトジンくじがあった時に当たったのはこのオールドトムジン、これだったんですけど、これね、最初なんかちょっと外れかなと思って、まあ外れちゃ外れなんですね、くじの中で言うと外れなんですけど、結構これ気に入ってるんで、最悪というか、まあこれが当たっても別にいいかなっていうのは正直って思ってます今回。さあ、さあいきます。お、これはいきます。ドン、ディクタドール、ラムの方でしたね。その他でも呪術のラインナップのシリーズですね。あ、でも嬉しいかな、これはこれで飲んでみたかった。ただ一回飲んだことある気がするんですけど、これ種類が結構あって、はい、これですね、12年、これだ、コロンビア産甘口ラム。甘口ラムいいですね。わあ、これ飲むまで動画にしてもいいんですけど、ちょっと長くなりそうなんで、今回は飲まないような感じでいっときたいな。でもちょっとこれ正直って嬉しい、ナイス、これで良かった気がしますね。なんかこのこれどっか、くじのいいところっていうのがあれですよね、こう普段だったらちょっと、買おうかな、どうしようかなと思って買わなかったものが当たったりすると、やっぱりこう飲んだりするんで、で飲んでこの、あ、意外にこれうまいじゃんとかっていう出会いがあったりするんで、そういう意味ではちょっといい、ありなのかなと。めちゃくちゃ賞取ってますね。じゃないか、こんな感じで。
なかなかおしゃれなボトルで。はい。はい。それではこちらですね。これがもうジンってことなんでしょうね。要するに。さっきの流れからすると。いや、当たってほしくないって言うとね、当たるんですよね。なんか重さ的に軽いんですよね、これ。軽いんで、僕の予想、これ来るんじゃないかと思うんですよね。この重さ。木の実ちょっと重かったよね、イメージがあるんですけど。関係ないか。ボトルの重さも絶対ありますよね。軽いんですよね。あ、そう思うとアルキミーがあるってこと？あれもボトルなんか軽そう。量が少なかったですね、確か。さあ、いきます。なんだ？あ、これ、見えてしまった。はい。なんかまあまあいいんですよ、いいんですけど。いいけど、これなんか、あれじゃないかと思ってしまうんですね。こう、なんか在庫処理感ちょっとありますよね。こういうこと言ったら良くないんでしょうけど。まあ誰かどこから、誰か渡ってるんでしょうけど、どうなんだろう。まあ僕に苦渋がないのは間違いないんですけどね。まあでもこれ美味しかったんで、普通に。これで本当カクテルにしても全然いけるっていう。まあどっちかっていうとやっぱり僕カクテルベースで使いたいっていう、カクテルにもしていきたいっていうところがあるんで、これはこれでなんか良かったんじゃないかな。まあ重さでちょっと分かっちゃったっていう。軽いんすよね。あ、スノーボードアルキミーがあるってこと？軽いんすよね。あ、スノーボードアルキミーがあるってこと？ありましたね。嬉しいのかどうか、まあそういう感じで。これちなみにどうなんだろう、まあ、こっちが、5390円みたいなので、ね、まあまあすごくリカバンの値なんですからね、ぶっちゃけその時だけ値段上げたって別にわからないわけですもんね、正直。こちら3900円の税なんで4290円。まあまあまあ得も損もしてないけど、まあまあまあいいんですかね。まあこれもちょっと、ほんとこれもだいぶ減ってきたんで、いいのかなっていうところもあったんで、買おうかな、どうしようかなって思ってるところもあったんで、まあこれ買ったと思えば、まあいいかな。これはこれでまた新たな出会いということで、そんな感じの、どうでした？なんか、ちょっと悲しい。はい。よかったら、こんな感じの動画上げてきますんで、よろしくお願いします。